る。おはようございます。おはようございます。さあ時刻は4時なんですけども、もうほぼ夜中っすよね。起きたの3時半。今日行く目的地教えてください。群馬県の川場スキー場に行きます。おー、自分はね初なんですけど。おい、みのりは？あ、多分2回目行ってるかな。マジ、はい、おとんはですね、この間ねコソ連で行ってましたね一回。でも吹雪でね、前が見えん状態だからどういうスキー場かわからん。いやでもすごい大きくて駐車場も広くて、上に登ったら紫スパーツがある。駐車場屋根あるもんね、すごいよな、うん、紫があるのはね有名ですけど、まあ、今回も紫あるんですか。いや紫は動かないでしょ。なんか昨日一昨日がね大雪やったみたいで、今日はどういうね積もっとるんかわからんけど、はい、どうなんすかね。サーフィンでいう波情報でいうね。おお、ちょっと雪山ファッションチェック、かわいい靴じゃないこれ。本当だね、これ。それ何それ。雪山スタイル、うん、これね、ソレルっていう。おお、めっちゃ可愛いじゃんそれ。ちょっと今日はノースか。僕もこれはノース。それはこれノースです。一応みんな雪山スタイルでなんかナイキの ねエアジョーダンとか履いてないですね、さすがに。去年とかドクターマーチンに行ってたね。ドクターマーチンちょっとヤバくない？ひっくり返るやろ。滑る。僕ももう完璧にこれはディスられんぐらいでね。革ジャンでもこれだったらいいよね。全然大丈夫。じゃあ行きましょうよ。そんな感じで川を向かっていきます。行きましょう。さあいよいよ着きました。3時間半ぐらいかな家から。早かった。この間俺4時間超えたからね。はい、1時47。今回は僕が運転しましたから。うわ、初めてじゃないですか。まあ自分の車ですからね。まあ帰りは運転しろって言われてる。バスで来てる。うわ、18やからな、楽しみや。これね、屋根あるからいいんだよ。まだ7時やな、8時になってる。吹雪いてないだけ。俺こないだやったらここも雪で歩けんかったもん。なんかめっちゃ空いてない。今日まだ早いやん。開店前か。ちょうど今からスタートで。だ一番でさ、ね、調子いいとこ行けるんだよ。よし、じゃあ暗くなったからちょっと行きますか。そんな感じでやっていきましょう。いやおお、なんかそんなとこで用意してプロみたいじゃないですか。すごいんだよな。おとんは今日あれっすよね、こないだ買ったばっかのブーツ。そう、これ履いた、履いたよ。もうブーツ履いとった。スコンスコンだよ。みのりより準備早いやん。ブーツなんかもう今22秒で履けるんだ。みのりさんマウスホッパーでどんな画面が見えるんですか。で、それで何？割れてるんですけど、なんか GPS で川場スキー場って入れたら、ここ自動発見機あるから、これを当日のみ利用可能。それで何自動発見機？そう、こっちに並ばなくていい。あ、それすげえ。並ばなくてよくて。お、できた。来たよ。こんな感じ。行きましょう。じゃあどんな感じやるかやってみよう。アースホッパーさんから2人とも。イエーイ。アースホッパー大人って書いてる。え、書いてあるの？書いてくれてる。へー。いや、これ携帯でやれてさ、スムーズにできて最高っすね。そうね、並ばんでもいいとこがいいよね。安くない？安い。アースホッパーでやると本当に。ぜひ使ってください。はい、じゃあゲレンデ行きましょう。おー、上陸。川場初川を来ました。どうですか。いや、綺麗。てか、ね、晴れとってよかった。いや、ほんとそれ良さそう。太陽出てますよ。やすし早くね。音もう先走ってますわ。見ていただきましたら。でも雪どう、調子は。え、良さそうじゃない。結構良くない。まだ誰もそんな遠くにピステン引いてくれて綺麗ですね。いやー、来ました。最高。天気も最高で、ちょっとこれ見てください皆さん。いやー、めっちゃいいな。天気最高。みのりもいい感じに、みのりもいい感じに映えてますよ。ありがとうございます。隠してますけど。映えてるって言ったらダメなんだよ。なんで？だってさ、ゲレンデしか映えんみたい。みのりさんはどこにおっても、スガキ屋におっても映えるんですから。スガキ屋ね、だって関西しかわからんか。なんかもういい？もういいだろ。いい？もしかして今日の目標は、え、今日はもうシュインシュインシュインと前向いて降りてくる。シュイン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 系。みのり、今日の目標は何ですか。今日の目標は、まあパフパフがあればそこに向かって突っ込みたい。ターン。はい。いいっすね。できたらいいな。そうですね。ふわふわのとこ行って、自分も今日ターンやりたいな。てか川場なんかコメント欄でもあったけど、なんか壁がそう多いって聞いて。壁あるよ、いっぱい。じゃあそれちょっと僕もターンの練習して。あとは緑の追い取りも頑張ります。やばーい。
ありがとうございます。めっちゃうまいじゃん。マジっすか。うわあ、自分で言うのもなんだけど、うまかった。いいわ、自己満に浸れるから。あ、動画撮らんほうがいいっすね。動画撮らんともビッグファイブ25ターンした。マジというわけでね、今もう何時間やったの？2時間ぐらいあったの。早いな。早い。もうあっという間なんですけども、もう自分もね、緑もいい感じに慣れてきて、ほとんどですね、今回、乗らせてもらったのは、ね、板野の会社のアドバンスさんの方がですね、スクールしてくれて。そうなんですよ。ほとんどに教えてくれてます。まあだから毎回さ、先生付きだからね、歴2週間で今日結構僕滑れてます。まあ動画ないから言うっていうのもあるんですけど、ちょっと次やりましょうか。やりますか、はい、で悪いとこだけ出してまたやっぱ音も学んでないで道具ばっか買っとるからだとか、はい、そういう流れが好みです、はい、好みでムカついて帰りにここの紫で板1本買うと、はい、それの流れ、そういうストーリーですね。その流れが嵐村とチャンネル、はい、で血迷ってみのりさんも買うかと。みのりの板超かっこいいです。そういう流れ、はい、でそれはいらんから表参道行ってバレンシアが買うとか、そういう話でしょ。お願いします。そっちへ、はい、そっちで、はい、ハゲ親父じゃない。いや、ここのねスキー場はなんかこう壁とかもこれでかくて緩いからすごいやりやすいなと思います、ね、嬉しいですね。だから初心者のなんてやろうな、壁当て練習中の僕とかも結構気持ちよくターンできてるんで、うん、いい感じだと思います。あー、だけどさ、すげえ調子よく滑れてるんだけど、姿勢がどうしてもこう丸まっちゃうっていうかさ、うん、それを直すと今度姿勢が立ちすぎてターンができんかったり、うん、だからいろいろ一個考えると一個、うん、目線で考えとると結構調子いいんだけど、そうするとかっこ悪いスタイルになっちゃう。だから順番にな、今のうちに直したこと多分ずっとなっちゃうもん。みのりさんはスタイルがかっこいいから言う。そうですね、サーフィンと同じですね。ありがとうございます。ただ今日僕はね、リフト全メイク。リフトはメイク。リフトメイク。あ、リフト、そういう降りるのメイク。降りるのメイク。1個の課題が
できました。まあそんな感じでね、いい感じに楽しんでるんで、はい、まだ引き続きやっていきたいと思います。行きましょう。これ僕の先生がね、今日偶然で花のね、実りでね、最高の最高盛り、今日両手に花でやばいことになってきた。うん、浮きしやがったちょっとさ、出世したいわね。話聞いてよ、話聞いてよ。そういうの上手いからな、そう、するよな。でも帰りバレンチャーだ。あ、いやもうこれは追加のエルメスや。間違いない。今日ありがとうね、本当に。またお願いします。葵ちゃんです。ありがとう。みのりさん、ここ DB のラウンジなんですよ。はい、みのりさん、ここ DB のラウンジ、待って、もう一回。みのりさん、ここ DB のラウンジ、おしゃれ。これちょ、待って、もう一回行こう。なんじゃ、はい、もう一回、もう一回。みのりさん、もういい加減にしてほしいんだけど。どういうやつ。自分のみのりのせいやろ、今の。みのりが悪い。なんでここ DB のラウンジ、みのりさん似合うんじゃないですか。いや、いいっすね。これ見てください。これね、僕が背負ってる DB、はい、の DB さんがラウンジのラウンジ。だから飛行場みたいに1回1500円でなんか荷物扱いのフリードリンクで Wi-Fi ね、 Wi-Fi もある。結構渋くない？最高、ま、中もおしゃれ。はい、こんな感じで休憩の時最高じゃん。先は有料です。手に入れる。え、渋い。そう、え、これに入れるの？渋い。すごいね、ドリンクありまして。こんな感じ。はい、ドリンク飲んで、いいっすね。ちょっとチルしますか。はい、そんな感じで休憩していきましょう。気づいたら緑みたいな。
飛ぶ飛ぶ。おおやば。最後いきます。はい、ラストラン、はい、やりましょうか。お願いします。じゃあできる限り撮ります。はい、いやいやいいっすよ、あそこだけ撮ってもらえれば。いろいろエアが見れるらしいよ。いや、やめて、どうせ5センチしか撮れないほんまに。じゃあ行こう。はい、お願いします。お願いします。オッケーです。お疲れ様でした。超楽しかった。一日お疲れでした。ありがとうございます。いやー、みのりもレベル高くてね、素晴らしかったよ。二人は。俺は俺でさ、ちょっとちゃんと頑張って練習して。おとまさかの視聴者さんに教えてもらったんだよ。視聴者さんに4週行った。やばいやばい。やばいな。ツークションついて目線教えてもらって、角度取り方と、あと、スーパースターコッコさんがおって。それやばくない？そう。顔見たよな。見て、俺もだから邪魔になるといかんから、団体が来たら横へ寄って行ってもらって、またジャンプシーン見るから、また追いついちゃったら横へ回ってずっと見ながら、オーラっぽい。だから追いかけに行ったよな。追いかけに行ったけど間に合わなかった。えげつないジャンプ。いや、分かった。まあだけどあんな服装もさ、M やんみたいな人よね。だからかっこいい。かっこよすぎました。すごい、やっぱりすごい。あれ、トントン、それどこに売っとんですかって聞かなかった。喋れやんって。無理無理。俺遠くからでも怖かった。怖かった。でも多分いいと思う。オーラあるんですか。完成してます。完成してます。完成しました。知らんの？徳馬さんの。そう、知らん。ああ。それこそ俺それ知らん。それってさ、おちょくって言ったの？いや、まあ。それはあんま触れない方がやることだよ。なるほどなるほど、ね、細かくするかしないか、うん、まあだけどかっこよすぎた。やばかったな。かっこいい。ああいうさ、サーファーも一人おってもよくない？確かに。いいよね、クールで。だって50人ぐらい削れとった。やばいわ。素晴らしい。なんかいいの見れてよかった。確かに今日はもう特別編っすね。そう、特別編だよ。僕は5回目っていうことでね、結構俺ね、今日の目標はできるようになったよ、うん、斜面に降りよ。きついとこは無理やで。だけど一応こう行ってこう行ってこう行って止まらんでも行けるようにはなって、だってさ、今日初めてのコースだったわけ、上から、うん、すごいさ、一人でずっと滑って、まあ遅いけど自分なりには楽しめる。いやいやいや、あれ慌てると怪我するから。まあそのうち早なるやろうと思って。結構ナイスでしたよ。ナイスにできましたよ。まあそんな感じでちょっとゆっくり帰りましょうか。帰りましょう。まあこっから旅遠いですから、ね、はい、帰りは多分4時間かかるよ、もっと混むから。ゆっくり行きましょう。お疲れでした。お疲れです。